夢の旧作巡査辞職前編草川の旦那さん、大変です。起きてください。もしもし、起きてください。私は不から一致です。暑い暑い、七月の末のある早朝であった。山奥の、 谷里村駐在所の国道に面したほこりだらけのガラス戸をけたたましく揺すぶりながら一人の青年が叫んだそれは見るからにここいらの貧乏百姓の子と漢字の違ったインテリじみた色の白い鼻筋のすっきりとした美しい青年であった青々と乱れた頭髪が白い額の汗に粘りついていたが神経の激動のために その濃い眉がピクピクと波打って赤い小さな理知的な唇がわなわなと罠なきながらもそのまつげの長い黒い瞳は言い知れぬ恐怖のためであろう半面を覆った髪の毛の影から白いほこりのたまったガラス戸の割れ目を凝視したまま奇妙にひっそりと澄んでいた慌てて走ってきたものと見えて手ぬぐい浴衣の寝巻きに帯も締めない素晴らが 灰色の土ぼこりにまみれていると駐在所の入り口になっているガラス戸が内側からガタガタと開いて色の黒い人相の悪い顔に武将ひげをボうボうと生やした越中ふんどし一つのたくましい子男が半身を表したどうしたんかあ草川の旦那さん草川巡査は 眠そうなめをこすりこすり青年の顔を見直したなんだイッチじゃないかおまえははいあのあの両親が殺されておりますので何殺されているおまえの両親がはいけさめがさめましたら 台所の入り口と私の枕元にある奥の間の中仕きりが開け放しになっておりましたからびっくりして奥の間の様子を見に行ってみますとお父さんとおっかさんが殺されております蚊帳が釣ってありますのでよくわかりませんが枕元の畳と床の間の間が一面血の海になっておりますいつごろ殺されたんか今朝か わかりませんゆんべ多分殺されたらしゅうございます泣くな確かに死んでいるのだなはいつい今しがた神林先生を起こして見に行ってもらいましたがまだ行き着いてござらぬでしょううんちょっと待て顔を笑ってくるから草川巡査は 裸のまますぐに裏口へ出て冷たい掛けの水で顔を洗ったそれから大急ぎで蚊帳と寝床を丸めて押し入れに投げ込んで机の上に散らばっていた高等分館試験準備用の参考書や問題集を23手早く重ねて片付けると今一度駐在所の表口へ顔を出した「イッチ」「はい」「こっちへ入れ」 足は洗わんでもええから。2人は駐在所の板の間に突っ立ったまま向かい合った草川巡査の小さな茶色の瞳はもう神経質にギロギロと輝きだしていたいつ頃殺されたか分かっとるか一致は潤んだ大きな目をパチパチさせたわかりませんゆんべヱ12時頃寝ましたが。 今朝起きてみますともう殺されておりましたので蚊帳越しですからよく分かりませんが2人とも寝床の中からのたくり出して頭が血だらけになっておりますそれを見るとすぐに走ってきたのだなあはい暗い駐在所の板の間に立った一致は涙ながらも恐ろしそうに身震いした そして突然に大きなくしゃみを一つしたがそれは汗が乾きかけたせいであったろう草川巡査は無言のままうなずいた傍らの警察専用の電話に取りついて激しくベルを回転させると静かな落ち着いた声でゴリばかり離れている罰市の本所へ聞いた通りの事実を報告したと 向こうかからら何か言っているらしいはあはいまだそれ以上の事実は分かりませんのではい報告してまいりましたものは深良一致と申しまして村の模範青年ですはい被害者の養子ですはいもともとこの村の区長の次男であったのですが今年の2月に深良家 被害者のところへ養子に行ったものですまだ席は入れていないようですがなあ一お前はまだ席を入れておらんじゃろううんそうじゃろうはいはい何ですかはいはいその深田家と申しますのは村からちょっと離れた小高い丘の上にあります一軒家で 村の者はみなふから屋敷、きふから屋敷と言っております。村でも一番の大地主で、この辺では指折りの富豪です。殺されたというのはその老夫婦ですが、いやいや、このごろこの国道にはそんな不老人は通らないようです。以前はよくルンペンらしいものの姿を見かけましたが、はあ、はい。 承知しました。私はこれからすす。ぐに現場へ参ります、はあ、お待ちしております。草川巡査は手早く帽子をかぶって寒服のズボンに両足を突っ込んで上着を引っ掛けた編み上げ靴をしっかりと絡みつけて勝手口から背見をつりつり出てくると国道とは正反対の 裏山に通ずる小道自いにさっさと行きかけたので、表通りで待っていた一智青年は慌てて追っかけてきた。あ、こんな方へ行くのですか。山道はまだ濡れておりますよ、草川さん。草川純さんも何やらハッとしたらしく、そういう一智の何かしら老廃したおどおどした目つきを振り返ると、ちょっと立ち止まってその顔を。 穴の枠ほど凝視したので一致はみるみる真っ青になって唇をわなわなと震わしたしかしその時にふっと気を変えた草川巡査は「うん人目につくとうるさいからね」と何気なく言い捨てて梅雨っぽい小道の笹の間をけわけけわけ急い,いでいった元来この谷里村は こうした山奥にありがちな一村こぞって一家といったような極めて平和な村だったので公文の試験準備をしている草川巡査は最初大喜びで赴任したものであったがそのうちに彼の竹を割ったような性格がだんだんと理解されてくるにつれて村の者から無情の信用と尊敬を受けるようになった。それにつれにて 村の納税や衛生の成績がぐんぐん良くなるばかりでなく以前は山向こうの隣県へ逃げ込もうとしてよくこの村を通過していた前科者などが今では草川巡査の目が光っているためにちっとも通らなくなったという噂まで立つようになっていたそこへ起こった今度の事件なので草川巡査は最初からちょっと一つ叩きのめされたような感じで 一種異様な興奮緊張味を感じているのであったしかも草川巡査を興奮させ緊張させた原因は単にそれだけではなかったもっともっと大きい恐ろしく深刻な事件の予感が美青年フから一致の声を聞いた一節なから黒い乱雲のように 草潤さんの全神経に押しかかってきたのであった深谷屋敷の老夫婦が非業な死に方をするに違いないということはずっと以前から村中の人々が一人残らず心の片隅で予感していたところであった「今に見ろろくな死に方をしないから」と言って深谷屋敷を呪わない村の人間は おそらく今までに一人もいなかったであろうと思われるくらい深谷敷は村じゅうの恨みの焦点になっていたものでその意味から言うとこの村の人々は一人残らず今度の事件の嫌疑者か共犯者と考えてもいいといったような極端な神秘的な因縁が今度の事件に絡まっているのであったそれがこうして突然に現実されたのだから 万一村の人々にこのことが知れ渡ったら皆今更のようにハッと顔を見合わせて互い同士を疑い合うであろうそれと同時に草川巡査にとっては想像も及ばない探査の困難な殺人事件「村民全部が嫌疑者」といったような極度の神秘的な深みを持った迷宮事件を押し付けられたようなものでちょうど 横綱と顔を合わせたふんどし担ぎ見たような自分の力の微弱さを今更のように思い知らずにはいられないのであったこれが俺の失敗の種になりはしないか長い間の公文の試験準備で疲れ切っている俺の頭はこうした現実の出来事に向かないくらい弱々しく過敏になっているのではないか とにもかくにもどこまでも慎重に慎重に取りかからねばならぬあくまでもヘマをやってはならぬといったような武者震いがまだ具体的に現れてこない前のような神秘的な旋律に草川巡査は襲われてしようがないのであったそうしてそのドキドキした予感を中心にして ふから屋敷の惨劇を裏書きしているらしいいろいろな過去の前兆がまぶしいくらい明るいまたはじめじめと薄暗い木立の中を押し分けていく草川巡査の勉強に疲れた記憶力の中に今更のようにまざまざと浮かみ上がってくるのであった「深浦屋敷」というのは村ずれの国道から二三丁北へ曲がり込んだ 小高い丘の上の雑木林に囲まれた小さな一軒家であったもっともずっと以前の明治30年頃までは深良家の先祖代々が住んでいた巨大な母屋が雑木林の下の段の平地に残っていたがそれが現在の牛九郎おじいさんの代になると極端な嵐子嫌いのそろばん新人で経費がかかるといって その一段上の臓器の中にあるたった3馬しかない現在の離れに移り住むようになった同時に牛九郎おじいさんはその巨大な母屋を跡形もなく取り片付けて隣村の大工に売り払い数多い雇い人を叩き話同様にして追い出してしまいある限りの伝畑をそれぞれ有利な条件で小作につけ収まりの悪い小作人の所有の伝畑は 容赦なく法律にかけて自分の名前に書き換えていったそれにまた連れ合いの尾なりという女が亭主に負けない口出し者のがっちり者で村の女房たちが第一の楽しみにしているお大師様や妙法様の新人ごとの付き合いなどには決して出てこないのみならずへそくり金を氷に回して養蚕や米の収穫後になると すかさずに自分で出かけてビシビシと取り立てをするようになったので、府から屋敷の老夫婦に対する。村中の休憩が嫌でも悪くなってくるばかりであった。今に見ておれ。あの夫婦はろくな。死にようはせぬから、信心をせぬような。犬畜生にはきっとテント様のバチが当たる。とか、なんとか陰口を言うものがほうぼうに出てくるようになったが。 もちろんそれくらいのことに驚くような牛九郎夫婦ではなかったことに住んでいる場所が場所だけに村の人々の気持ちと全然かけ離れた別人種扱いにされながらも平気でガリガリ亡者に甘んじて極めてひっそりと暮らしているのであったしかしそれでもその丘の上一帯の森のたちはさすがに昔の 大きな深谷屋敷の構えの面影をとどめていた夜になるとさながらに巨大な城塞か神秘的な島影のように真っ黒黒と星空に浮き出して昔ながらに貧弱な村の風景を遺厳していたので小さな住まいに不似合いな深谷屋敷の名称も自然昔のまんまに残っているのであったその深谷屋敷の老夫婦の間には という娘がたった一人あったしかもそれが非情な美人だったので深良小町の名が金剛金在に鳴り響いているのであったがかわいそうなことにその真由美は学問上で双発性地方という半分生まれつき見たような薄墓であった大まかな百姓仕事や飯炊きや おかずの世話ぐらいはどうにかこうにか人間並みにできるにはできたがその他の読み書きそろばんはもとより縫い針なんか一つもできなかった年頃になっても畑の仕事の暇さえあれば蝶々を追っかけたり草花を摘んだりしてニコニコしているありさまなので世話の焼けること一とおりでなかったがそれを母親のおなりばあさんが目の中に入れても痛くないくらいかわいがって ふり袖を着せたり鼻をかんでやったりしているのであったしかし何を言うにもそんなありさまなので誰一人婿に来るものがないのには両親とも弱りきっていたのみならずいわゆる白クチビというのであろうその底なしの無邪気な神々しいほどの美しさが誰の目にもたまらない魅力を感じさせたので さもなくともいたずら好きな村の若い者は皆申し合わせたように眉狩りと称して夜となく昼となくから屋敷の周囲をうろついたものであった眉の白痴をいいことにして入れ替わり立ち替わりまがな隙がな引っ張り出しに来るのでそのために両親の老夫婦はまた世の目も寝ないくらいに苦労をして追い払わなければならなかったしかし その中にたった一人この繭美にちょっかいを出しに来ない青年がいたそれは谷里村の区長音塚千六という五十男の次男坊であった村では珍しく中学校まで卒業した一ッという男で村の青年は皆学者学者とあだ名を呼んで別扱いにしている今年23歳の変わり者であった ちょうどそのころ一致の父親の音塚千六は養蚕の失敗に引き続く信用組合の公金解体の尻を受けて四苦八苦の状態に陥り東京でこの絵の注意を務めている長男の千七の血の出るような貯金までも使い込んでいるありさまで新郎の結果ひどい腎臓病と神経衰弱に陥って寝てばかりいるさまはよその見る目も気の毒なくらいであったが しかし次男坊の一致はそんなことを夢にも気づかないらしく自分勝手ののんきな道楽仕事にばかり熱中していたその道楽仕事というのは中学時代から凝っていたラジオでいくつもいくつも受信機を作っては壊し作っては壊しするので彼の勉強部屋になっている区長のうちの納屋の2階は誰にもわからない機械器具の類いでいっぱいになっていた 村の人々は「聞かぬためのラジオなら作らん方がええ」「学者バカたよう言うたる」と嘲笑し両親も持て余し好きにさせているという一種の変わり者でいわばこの町の名物見たようになっているのがこの一致青年であっただからその一致が牛九郎老,老夫婦の目に留まって婿養子に所望されると 両親の音塚区長夫婦は一義にも及ばず承知した一致もラジオいじりさえ許してもらえればという条件付きで承知したものでそのまとまり方の電光石火式スピードというものは万事に手ぬるい村の人々をあっと言わせたものであったがそれからまた間もなく一致はこの村のしきたりになっているものものしい婿入り儀式を恥ずかしがったものかそれとも その,四季の当也の乱暴な水祝いを嫌がったものか双方の両親が大騒ぎをして準備を整えている2月の末のある夜のこと自分の着物や書物やいろいろな機械くずなんぞをこっそりとリアカーに積んでから屋敷へ運び込みそのまま何と言われても出ていかないで頑張り通し双方の両親たちを面食らわせ村中をまたもあっと言わせたものであった。 そうしてそれからのち小高いふから屋敷を囲む木立の間からまぶしい窓明かりとともに朗らかなラジオの金属音が国道沿いの村の方へ流れ落ち始めたのであった「一ッのラジオがやっとスイッチを入れたば合」と青年たちは甘酸っぱい顔をして笑ったしかし谷里村の人々の驚きは まだまだそれくらいのことでは足りなかった深ら屋敷の若い夫婦は新婚早々から猛烈な勢いで働き出したのであった今まで小エビシ一つ持ったことのない一致が女のように首の付け根まで手ぬぐいで包んだ鉄鋼毛半の海外しい姿で下手くそながら一生懸命に牛の死意を追い桑を振り回していくあとから 薄バカの繭が一心不乱に土の上を這い回っていくのを村の人々は一つの大きな脅威として見ないわけにはいかなかった一致は間もなく両親に無断で小作人と直接談判をして麦をまいた畑を1兆歩近くも引き上げてどしどし肥料をやり始めた村の人々はその無鉄砲に驚いていたが その丹精が一致夫婦だけで立派に届いて見事に実った麦が丘の下一面に黄色くなってくると最後まで冷笑していた牛九郎夫婦もさすがにびっくりしたらしい養子夫婦の親孝行のことを今更のように村中に吹聴して回り始めた一致の手のひらがわずかの間に石のように硬くなっていることや娘の真みが 一致と二人ならば疲れることを知らずに働くことなどを繰り返し繰り返し喋って回るので村の人々は相当に悩まされたところが不思議なことにそんなついでに話がラジオのことに移るとなぜかわからないが龍九郎夫婦はあまり嬉しくない顔色を見せたことにそのラジオ嫌いの程度はオナリばあさんの方がひどいらしかった まあ結構じゃござんせんか毎晩毎晩何十円もする機会で面白いラジオを聞いてなぞと挨拶にでも言う者がいるとおなりばあさんは決まりきってラングイバをむき出して嫌な笑い方をした片足を敷居の外に出しながら少し勢い込んで振り返った「ヘヘヘあれがあんたたまに傷ですたい」 承知でもろうた婿じゃげに今さら苦情は言われんけんどたった三馬しかないうちの中がガンガン言うてやかましゅうでなそれにあのラジオのなりよる間が養子殿の極楽でな夫婦で台所に固まりようて何をしてござるやらわからんでなあ。へへへへ とをっった人々はとりどりに言った何なりと何癖をつけずにはいられんのがあのばあさんの癖と見えるなあ。はははそれから後そのおなりばあさんが一ッの畑仕事について回っていろいろと指図をしているのを見て「それみー何のかのというても一ッの働きぶりはあのばあさんの気に入っとるに違いないわい。 そこで、欲の上にも欲の出たばあさんが出しゃばってきて、あの上にも一致をなまけさせまいと思って、いらぬ指図をしよるに違いない。あれじゃあ、若夫婦もたまらんわい。と言ったり、それからのち、深浦屋敷のラジオがぴったりとやんで、日が暮れると間もなく真っ暗になって寝静まるのを見た人々があれは一致がラジオの機械を壊したのじゃないらしい。 婆さんが費用を惜しんでやめさせたものに違いないイッチさんもかわいそうになうたった一つの楽しみを取り上げられてと同情したくらいのことであったしかるにそのイッチ夫婦の苦心の麦の収穫が深谷屋敷のそろばんに乗った頃からまだひとつきとたたぬ今朝になってその牛九郎夫婦が殺されている というのは普通の場合の意外という以上の意外な意味がこもっているように思われるのであっただからこれは非常に簡単明瞭な偶発的な事件かもしくは一筋縄でいかない深刻微妙な事件に相違ないといったような予感が今朝最初に一致の美しい顔を見た瞬間から ひしひしと草川巡査の疲れた神経に迫ってきたのであったありふれた強盗強姦殺人事件にばかりぶつかって最初から犯人の当たりをつけてかかる流儀に慣れきっている草川巡査はこの事件に限って実際暗黒の中を手探りで行くような気迷いを感じながら駐在所を出たものであったところがそれから間もなく 山の中の近道へ回り込んだ時に府から一知青年が後ろから叫んだ声を聞くとその途端に草川巡査の心機が一転したのであった勉強疲れで過敏になっている草川巡査の神経の抹消に一知青年の叫び声はあまりに手ごわく異常に響いたのであったそれは無論 ふから市が偶然に発した叫び声で格段に深い意味も何もない驚きの声に相違ないのであったがこれがいわゆる第六感というものであったろうかなぜということなしに犯人はどうやららこのッらしいしという直感が草川巡査の脳髄のどん底にピーンときたのであった。 それもやはり何の理由も根拠もないただそんなふうに感じただけの感じであったがそれでもそうした無意識の叫びの中に一致の心理の奥底に横たわっている普通とは違ったある種の老媒と恐怖心が偶然にもいっぱいに露出しているのを病的に過敏になっている草川巡査の神経の抹消がぴったりと捉えたのであろう。 一をを従えてて山の中を分けていくわずかの間に「こいつが犯人にそういない」という確信が草川巡査の脳髄の中へぐんぐんと膨調してくるのをどうすることもできなくなったそれにつれて草川巡査の意識の中には「なんという涼しいやつだろう。 絶体絶命の動かぬ証拠を抑えるまでは俺はあくまでも知らん顔をしてくれよといったような極度に意地の悪い考えとこんな柔和な美しい親孝行で評判の模範青年に疑いをかけたりするのは俺の頭がどうかなっているせいじゃないかしらん万一実際の証拠が上がらないとすれば こんなにも美しい若い夫婦の幸福をできる限り保護してやるのが人間としての常識ではないかといったような全然相反する2つの考えが草川巡査の神経の端々をくんずほぐれつ、転がり回り始めたのであった太陽はまだ地平線を出たばかりなのに草川巡査と一致が分けていく森の中には 蝉の声が大波を打っていたその森を越えた2人は無言のまますぐ花の先の小高い赤土山の上にこんもりと茂った深ら屋敷の杉の木と梅と琵琶と大々と梨の木立に囲まれている白い土蔵の裏手に来た草川巡査は後から後から湧き起こって焦げつくように消えていくセミの声のただ中に ゆうべのままのわんこくをしめきってあるらしいおくざしきのあまどをぐるりとまわったときに言いいしれぬものすごいしずけさをかんじたようにおもったがやがてはんぶんあいたままのかってぐちまでくるとそのくらいだいどころのなかでなにかしていたうつくしいよめのまゆみがあたまにかぶっていたしろいてぬぐいをとってにこにこしながらかおをだしたあら。 置いてなされませんと丁寧におじぎをしたがその笑顔を見るとまだ両親が殺されていることを少しも知らないでいるらしい極めて無邪気な人形のような美しい微笑を浮かべていたのでこんなことに慣れきっていた草川巡査がなぜともなくぞっとさせられたままゆみさんはまだ何も知らんはだもらのかねと草川巡査は 目を丸くしたまま小声でそう言って後ろを振り返ってみた汗を拭いていた一知青年が急に暗いおびえたような目つきをしてうなずいたのを見ると草川巡査も何気なくうなずいて真みを振り返った真気はしなかったかね。真由美はいよいよ美しくほほ笑んだ「あ,あい見えました」。 そのきに、さんは起きておてったかね。いいえよう寝ておりましたははっ神林先生が起こしてくださいましたおう何か言うていきはしなかったかねはい言うていきなさいました巡査さんを呼んでくるからお茶をわかいておけと言って走って出ていきなさいましたそれで あの、<laughs> 何かおかしいことがあるかねあのその入り口に引っかかって転んで行きなさいました <laughs> <laughs> うん他には何ともカンバイ先生は言うていかなかったかねまゆみは美しい目を少し上に向けて考えていたがやがて大きく一つうなずいた はい、言うて行きなさいましたあの奥座敷へはどんなことがあっても行くことはならんと言うて行きなさいましたそれでまゆみさんは奥座敷へ行かなかったのかねはいまだ二人とも寝ていんなさいますうんゆめはあんたようおねむったかねはい一番先に寝てしまいましたホホ <laughs> ははは、<laughs> そうかそうかよしよし台所に入りかけていた草川巡査はそういう真弓の無邪気な笑顔を見ているうちにふっと気が変わったなぜともなくするりと身を引いてたった一人で家の周囲をぐるりと一巡り巡回してみたがそれはやはり職務のために緊張しやすい警官特有の第六感の作用であったかもしれない 特に地面の上の足跡や雨戸の合わせ具合、木立の間の下草の乱れな像を極めて注意深く見て回ったものであったが、何一つこれはと気づくようなところがなかった。しかしそのうちに内の外側を七分通り回って、ちょうど台所の裏手に当たっている瀬戸の井戸端まで来ると、草川巡査はぴたりと足を止めた。 サーベルをしっかりと握ったままその井戸端のたたきの向こう側に置いてある一個の砥石に目をつけたそれはまん丸く茂った口なしの寝方のちょっと人目につきにくいところで極めて自然な位置に投げ出されている相当大きな天草砥石であった一面に咲きそろうた白い口なしの花が底いら中に甘ったるい方向を漂わしていたが その灰色の砥石の周囲に雨の力で跳ねかかっている地面から一続きの泥が何か強い力で打たれたようにボロボロと剥ぎ落としているばかりでなくその砥石の全体が一部か五輪かわからないが一方にずれよっている形跡がはっきりと土の上に残っていた。これは何何かかか重たい刃物か何かの絵を 抜けないいようにすげた証拠らしいぞそう思い草川巡査は自分が犯人であるかのように青ざめた緊張した表情でそこいらを見回した台所で一致が茶漬けを囲んでいるらしい物音に耳を澄ますとすぐにしゃがんで片手で砥石を持ち上げてみた砥石の下には頭をたたき潰されたミミズが1匹。 半死半生に変色したまま静かに動いていた草川巡査はそのミミズを凝視しながら砥石をそっと元の通りに置いたそこへそこへ飯を食い終わった一致が帯をしめしめ草履を履いて出てきたので草川巡査はそ知らぬ顔をして台所の入り口へ引っ返してきた「殺したやつらはどこから入ってきたんか?」 ここから入ってきたものと思います一致は入り口の敷居を指した入り口の敷居を指した学問があるだけに言葉つきがはっきりしていた気分ももうすっかり落ち着いているらしくいつもの通りに潤んだ悲しげな目をまばたいていたこの引き戸が半分開け放しになっておりました草川巡査は 一致青年と2人で暗い台所に入った継ぎはめだらけの引き戸の締まりを内側から改めて見たなるほどここの帰りはこの掛け金を1つかけただけだなはいその掛け金の穴へあのへっついの長い火箸を1本刺しておくだけですゆんべも刺しておいたのかはいしっかりと刺しておいたつもりでしたがけさ見ますと その火箸はこののの敷居の陰に落ちておりました。その板戸の継ぎはめだらけの板切れを一つ一つ改めていた草川巡査はよしゆうべのとおりにいま一度内側から閉めてみはい一ッが内側から戸を閉めて掛け金をかけて火箸をごくごくと差し込む音がしたすると草川巡査はその継ぎはめの板切れの中の一枚を 外かなんの苦もなくぱっくり引き離してそこから片手を突っ込んで火箸を引き抜いて掛け金を外したその板切れと火箸を両手に持ったまま引き戸を静かに押し開いてのっそりと土間へ入ってくるとその土間の真ん中に立っている一致の真っ青な顔を無言のままニコニコと見上げ見下ろした一致の顔には生汗がじっとりと浮き出していた 西洋の女のように白い唇をわらなかして今にも気絶しそうに目をパチパチさせたそれを見ると草川巡査の微笑が一層深くなった馬鹿だなこの板を打ち付けた釘の周りがすっかり腐っているじゃないかこれがわからなかったのか今まで一致は寝巻きの袖で汗を押し拭い押し拭い ペコ,コペコとコと頭を下げた「すみませんすみません」日下は手に持った板切れの釘跡を合わせてすっぽりと元の板戸の穴へはめ込みながらなおも微笑を深くした「バカだよお前は俺に謝っても何もならんじゃないかえ一軒のうちの主となったら事にこんな一軒家の中で」 年取った両親やたくさんのお金の運命を受け持っている若い人間はもう少し戸締まりや何かに気をつけんといかんじゃないかおかげでこんな間違いができたじゃないかええ人縮みになった一致は一生懸命に気を取り直そうとしているらしく無言のまま何度も何度も襟元を繕い直した足音も何もなかったんか そこいらにはあはいありませんでした山の下からこの踏み石を踏んできたものかもしれません一致は先に立って表に出た国道から曲がり込んで深良屋敷へ登ってくる赤土道に一尺置きぐらいに敷き並べてある四角い御影石の平石を わな,なく手で刺した草川巡査はうなずいた腰をかがめてその敷石の2つ3つを前後左右から透かしてみた足跡も何もないところでお前たちはゆうべどこに寝とったんかこの台所に寝ておりました何も気づかなかったんかそれでも何を思い出したのか 一が突然真っ赤になって自分の影奉仕を凝視したその赤い横棒と青い襟筋が朝日に照らされて女のように生めかしかった「まゆみさんと一緒に寝とったんか」一致は首筋まで真っ赤にした井戸端で水を汲んでいる真由美の後ろ姿をちらりと見たいいえあいつは毎晩。 両親の言いつけですぐ向こうの中の間に寝ることになっておりますので本当か大事なことを聞きよるのだ本当でございます一緒に寝たことは今までに一度もそういううちに一致は興奮したらしく早口になりかけたがたちまちさっと青くなって口ごもった言うのじゃなかった というふうに唇をギュッとかんでせわしくまばたきしたその顔を草川巡査は穴の開くほど凝視したので一致はいよいよ青くなってうなだれた「おお、妙なことを言うのうまったくかそれは」一致は恨めしそうな悲痛な顔を上げて草川巡査の顔を見たがその目には いいいっっぱいに涙がたまっていたはいしかしそれは今度のことと何の関係もないことですうんうんそうかそうかそれでラジオの音に紛れて真由美さんと一緒に寝よったんかハはハッハハイッチはうなだれたまま涙をポトポトとどまえ落としたかすかにうなずいた ハハハハいやそんなことはどうでもええお前たちが寝よる位置が分かればええのじゃがところでそれにしてもおかしいの二人とも犯人の通り道に寝ておったのに二人とも気づかなかったんか一致が深いため息をしーシー顔を上げたはい私が気づきませんければあいつは死人と同然で。 寝るとすぐにグーグーといううちにまた赤い顔になってうなだれたうん毎晩何時頃になるのかお前たちは両親たちはラジオを聴いてから1時間ばかりで寝つきますから私たちが寝つくのはどうしても12時過ぎになっておりましたもっともこの頃は9時か10時ぐらいに寝ているようです ラジオをやめましたから。なぜラジオをやめたのかね。おっかさんがきらいですからといううちにイッチはまたも無念そうにくちびるをかんだおーひどいおっかさんじゃの起きるのは何時ごろかね。だいたいけさぐらいに起きます夜なべはせぬのかわら細工なぞ いたしません。時々小作米とか小遣いの帳面を枕元の一色の伝統で調べるくらいのことですぐに寝てしまいます年寄りというものはなかなか寝つかれぬものというがやっぱりそんなに早く寝てしまうのかさあ私はよく存じませるが疲れて寝てしまいますのでその時に井戸端で2人の問答を聞いていた真由美が 草川巡査の顔を振り返った何がおかしいのか突然にゲラゲラと笑ったので草川巡査はまたもゾッとさせられた草川巡査は妙な顔をしたまま靴を脱いで台所の板の間に上がった以前の母屋から持ってきたものであろう家に不似合いな大きな戸棚の並んでいる間から 中の間に通う三尺間を仕切っている重たい杉の引き戸を軍手をはめた両手で念入りに検査したそれは真鍮製のかなり頑固な様式の取っ手で鍵穴のついた分厚い真鍮板が裏表からがっちりと留めてあるそれがやはりこのうちに不似合いなものの一つに見えた「この取っ手はお前さんが取り付けたんか?」いいえ。 おっかさんが取り付けたのだそうです。一軒家だから用心に用心をしておくのだと言って、おっかさんが自分で町から買うてきて、隣村の大工さんにつけてもらおうたのだそうです。そうすると、このうちに引きつった当時のことだな。よく知りませんが、よっぽどお前だそうです。うん。毎晩この鍵をかけてねるのか。はい。 私が寝るとおっかさんがかけに来ます。そうすると鍵はおっかさんが持って寝ているわけじゃの。はい、そうらしいございます。うん、ひどいことをするの。そう言って草川純さんはうなだれているイッチの顔を見たが暗いので顔色はよくわからなかったけれどももう肩を震わして泣いているらしかった。 寝巻き浴衣の袖で目を拭い拭い潤んだ声で言った諦めております。草川巡査はそのまましばらく考え込んでいたがやがて軽いため息をしてうなずいたうんなるほどのしかしこれくらいの鍵を一つ開けるくらい窃盗常習犯にとっては何でもないじゃろう そう言って今一度ため息をしいしー一致青年を顧みた締め切った古い山戸の隙間とおびただしい節穴から流れ込む朝の光に薄明るくなっている奥座敷に来てみると「なるほど無残なありさまであった。 めったにこんなことに出会わない尊医の神林先生が慌てて逃げ出していったのも無理がなかった古ぼけた蚊帳の中で別々のヤ具に寝ていた老夫婦はほとんど同時に声も立てえぬ間に絶足したものらしい父親の牛九郎の方は仰向けしたまま剥げ上がった全額部の眉の上を横筋回に耳の近くまでざっくりと割られて 鶏の内臓を見たような脳みみそがはみ出している〈また姑のオナリバーさんはうつ伏せになって枕を抱えて寝ていたらしく後頭部を縦に割り付けられていたがこれは髪の毛があるので血が真っ黒に固まりついている上に2人の枕元の畳と布団の敷き合わせが決兵でつながりあって小さな堤防のように盛り上がっていた〉 いずれも極めて鋭利な重たい刃物であっという間もないただ一うちに片づけられたものと見えた蚊帳には牛クロ老人の枕元に血しぶきがかかっているだけで他に何の異常も認められないところを見ると2人の寝息をうかがった犯人は大胆にも電灯をつけるか何かして蚊帳の中に忍び入って2人の中間にしゃがむか片肘をつくかしたまま 右と左に一気に強行を遂げたものらしい何にしてもよほどの残忍な同時に大胆極まるやり口でその時の光景を想像するさえ恐ろしいくらいであった草川巡査は持ってきた懐中電灯で部屋の中を残るくまなく探したが何一つ手がかりになりそうなものは発見できなかった ただ、老夫婦の枕元に古い大きな紺がすりの財布が1個落ちていたのを取り上げてみると中身は浅糸につないだ大将123の鍵と数十枚の証紋ばかりであった草川巡査はその財布をそっと元のところへ置きながら指さした「これが盗まれた金の入っていた袋だな」「そうです」 といううちに一致は今さら恐ろしげに身を震わした現金はいいくらぐらぐ入っていたのかね。明日い,いえ今日です今日信用組合へ入れに行く金が42円17銭入っていたはずです麦を売って肥料を買った残りですお前はその現金を見たんかいいえ 私はこの家へ来てから一度も現がつけたでんばたの収穫の長面尻をはじき上げていくらいくら残っていると台所からどなりますとおっさんが寝床の中で銭を数えてからよしよしと言いますそれが長尻の合っております証拠でいつものことですそうかそうかなるほどその時に 一致の後ろの中のまでまゆみがおろおろ泣き出している声が聞こえた両親の不幸がやっと分かったらしいその時にまたはるか下の国道から自動車のサイレンが聞こえてきたので草川巡査は慌てて靴を履いて表に出た御影石の敷石を飛び飛び赤土道を降りて到着した半一行の。 7名ばかりを出迎えた後編太陽はいつの間にか高く昇ってその列烈たる公園の中に大地を45度以上の角度から引き包んでいたその目のくらむような大光熱は山々の青葉を渡る朝風をぴったりと窒息させ 田の中に浮く数万の蛙の花の頭を一つ一つに乾燥させ刺激を這い出る数億の蟻の行列の一匹一匹に青空一面の光を焦点作らせつつじりじりと真夏の真昼の憂鬱を好調させていったこの夏限りに死ぬという吉がいじみたセミの声声があっちの山々からこっちの谷々へと 真夏の雲の下らしい無味乾燥なオーケストラを荒れ回らせあふれ波打たせ極端な生命の競争と極端な死の静寂との一致を亀裂だらけの大地一面に染み込ませていくのであったその小高い丘の木立の中に新刊と雨戸を閉ざした教皇の家から屋敷を離れた草川巡査はもうぐったりと疲れながら 町から到着した反検事の一行を出迎えるべく拝見の塚を押さえ押さえ国道の方へ走り降りていった本所からは郷原で有名な大男の司法主任汗尾警部補と貧相な富山警察医のほかに刑事が二名ばかり来ていた検事の名は鶴木といって五重格好の温厚そうな童顔特等の紳士 判事は綿貫という目の鋭い痩せた長身の四十男で一見したところ役柄が入れ違っているかのような奇妙な対象を作っていたその後から腎臓病でむくんだ左右のこめかみに梅干しを張った一致の父親の乙塚区長が長いほひげを生やした孫医の神林先生や23人の農夫と一緒に大慌てに慌てて走り登ってきたが ものものしい一行の姿にすっかり怯びえてしまったらしく一人も家の中に入ろうとするものはなかった今さらのことのようにめそめそ泣きながら出迎えた一致夫婦と一緒に一言も口をきかないまま井戸端のたたきの上に並んで突っ立って検事や余震判事や警関連の行動をおどおどと見守ってばかりいた一行の取り調べは極めて簡単であった 一行はすでに区長のところへ立ち寄るか何かしていろいろな話を聞いてきているらしく亜生美司法主任が途中で一致をちょっと物陰へ呼んで何かしら23質問をしただけで草川巡査の報告などは検事の耳に入るまでもなく例によって例のごとき司法主任の独断の前に一周され霊賞されてしまったらしい疑いもない強盗殺人で 新夫婦が熟睡して気づかぬ間に演ぜられた教皇に相違ないそんな例は今までにも随分多いことが経験上分かっている無論高飛びをする前科者か何かが旅費に窮するか何かしての仕業であろう寂しい一軒家で相当の資産家であることは人の噂でもわかるし毎晩夕方に灯しているという50色の伝統も 国道をを通りかかった者の注意を相当に引くはずである足跡のないのは敷石ばかりを踏んで出入りしたせいにそういないということになったらしい泣きの涙でいる新夫婦が司法主任や刑事たちからしきりに慰められながら何度も何度もお辞儀をするにつれて父親の区長や村民たちまでもがペコペコと頭を下げ始めた。 事実、世にも美しい若い夫婦が手を取り合って泣いている姿は一同の同情を引くのに十分であった草川巡査が区長と連れ立って大急ぎでから屋敷から降りていくとその背後を見送るようにして検事判事司法主任の3人が門口を出て行ったそうして 昔の母屋を取り払った跡が広い麦打ち場になっている下の段の肥料小屋の前まで来ると3人が向かい合って立ち止まって小声で打ち合わせを始めた肥料小屋の背後を豊富な谷川の水が音を立てて流れているので3人の声は3人以外の誰の耳にも入らなかった捜査本部はどこにするかね駐在所でいいでしょう。 電話がありますから、刑事を一人残しておいて、必要に応じて出張することにしたいと思います。自動車で約1時間ぐらいで来られますから。うん、それがいいでしょう。実を言うと、例の義国の方で、わしも忙しくて、これにかかりきるわけにもいかんでの。ところで、当たりはつきましたかな。いろいろ想像ができますね。 犯人は区長と一致とルンペンと前科者と。あはあしかし今のところどれも考えられんじゃないですかこの場合。第一区長は見たところ相当な好人物に見えるじゃないですか。村の者のこそこそ話によると区長は村のために自分一人が犠牲になって死に物狂いに努力しておる名区長じゃというし。 息子の一致も区長がある計画のもとに養子にやったものでは決してない。こちらからの望みであったというし目下区長が全責任を持って心配している信用組合の破綻を救うために村民の決議で村友の三輪原野を抵当にした相当有利な条件の借金話が区長と死んだ不から老人との間に都合よく進行しているという話だから。 その裏の裏の魂胆でもない限りは、区長へ権疑をかけるのは無意味じゃないかと思うです。ふからじいさんが死ぬと、区長は大きな損をするわけですからな。私は最初、一致に疑いをかけておりました。外から入った形跡が見当たらないのですからね。草川淳さんもただいまのお話を知らなかったらしく、 私と同意見で一致に疑いをかけているらしい口ぶりでしたが、しかし私が最善ちょっと一致を物陰に呼んで心当たりはないかと尋ねてみますと、一致はもうそんな意味で草川巡査に疑いをかけられていることをうすうす感づいているらしいのです。目に涙をいっぱいためながら、私はまだこの家の席に入ってはおりませんが、 仮にも義理の両親を殺してジップの財政が間違いなく救われることになりますならば喜んでこの罪を引き受けましょうときっぱり申しておりましたああ、田舎者としては立派すぎる返事ですな少し頭が良すぎるようじゃがあの青年はこの村でも有数のインテリだそうですそうらしいですな ことにあの養子はこの村でも一番の固蔵という話ですな。草川巡さんもそう言うておりました。あの別品のかかも好人物すぎるぐらい好人物という話です。ああ、あの若い夫婦は大丈夫じゃろう。ジップの口調のためになることでなければ、そうせいて老婦人を殺す必要もないはずじゃから。しかし、 通りがかりのルンペンにしてはやり口が鮮やかすぎるようじゃな今度の凶行の動機は怨恨関係じゃないでしょうか金を奪ったのは一種のカモフラージュじゃないですかなどういうと随分美,美人のようですからねそれも考えられるな今のイッチという青年と同年配で 眉海に縁組を申し込んで老人夫婦に断られた者はおらんからな十分に調べさせてみましょう何にしても問題は凶器だああ草川君が帰ってきたまた恐ろしく大勢連れてきたなハはハハなかなか気が利いているなにこの村は青年が一致しているのでしょう 青年団の狂気捜索は間もなく開始された中にも草川巡査の式ぶりは実に手に入ったもので鶴木賢治はいちいち感心しながら見物していた青年連中の草川巡査に対する尊敬ぶりはちょうど小学校の生徒が受け持ちの教師に対する通りで骨身を惜しまず夢中になって活躍するのであった膝刈りの蝉の声声が 大海原の暴風を思わせる村の四方の山々を通り抜ける幾筋もの小道を起点にして次第次第に捜索の範囲が拡大されていった青年ばかりでなく村の大人たちまでもこの前代未聞の惨劇を描き出した未知の狂気に対するたまらない好奇心に駆られて強烈な真夏の光線を交錯させている草や木や石の投影に胸を躍らせ 呼吸を怯えさせながらそうしていかにも大事件らしく呼び交わす感傷的な叫び声の中にいろいろの鳥や虫の影を飛び立たせながら目もくらむほど息れ立つ大地の上を汗にまみれて這い回ったしかし日暮れ方まで何らの得るところもなかったへとへとに疲れた草川巡査が青年たちを国道の上に呼び集めた時には 判件事の一行はもう引き上げていた。二人の被害者の死体も布団に包んだ上から荒ごを巻いて、町から呼んだ自動車に乗せて解剖のため大学へ運び去られた後であった。狂気が発見されないために、犯人を検挙する手がかりが全くないことになった。近下回りの村々を刑事が回って行動の疑わしいものや、 変わった出来事をいちいち調べ上げたが元来朴実な人間たちと平和な尊敬で固まっている村々には二三羽の鶏の紛失や一尺か二尺の地境の喧嘩が問題になっているくらいのことで前科者らしいものはもちろん素行の疑わしいものすらいなかったそれやこれやで8月の末になるともう事件が迷宮に入りかけてきたやはり 久しくこの辺を通らなかった凶悪な前科者が通りがかりにやっつけた仕事だろうといったような噂が一時村の人々の間で有力になったそれにつれて滑稽にも村中の戸締まりがにわかに厳重になったものであったがしかしそれとでも別にこれといったよりどころのない空想じみた噂に過ぎなかったらしい警察方面で そんな方面に力を入れた形跡もないうちに刑事たちがぱったり寄りつかなくなったので村の人々も安心したように口をつぐんでしまったそうして日に増し事件の印象を忘れがちになっていくのであったもっともその間中草川巡査は毎日毎日電話でこき使われていた凶器が発見されないかとか新しい聞き込みはないかとか 区長の財政状態はどうなったかとか一致は相変わらず働いているかとかもう少し責任を負って仕事をしろとか小言じみたことばかり聞かされるのですこぶる不平らしく見えたがしかしそれでも極めて忠実に命令を順法しているにはいた一方に深田家の新夫婦は老婦人の死骸の後始末がついた後 極めて幸福な新障害に入ったらしかった父親の音塚区長がよろぼいよろぼい借金の後始末に奔走しているのを一致は依然として知らぬ顔をしているかのように見えたあるいは音塚区長が自分自身の財政に行き詰まったあまり一致と示し合わせて深田家の財産を引っ張り出そうとしたところから起こった間違いではないかと心の片隅で疑っていたいわゆる世間知りも 村人人人の中に一人やいいななではなかったが、しかしそうした区長のやつれ果てた顔と何も知らない赤ん坊のような一致の世にも幸福そうな顔色とはそうした疑惑を一掃するのに十分であったらしい老夫婦が斬死した深浦屋敷の奥座敷は山伏のお祓いで清められて新しい畳が青々と敷き込まれたその上に 土蔵の中から取り出された見事な花小座が敷き詰められてやはり土蔵の奥から持ち出された古い七草らしい暑苦しい土佐絵の金屏風が立て回されたそうしてその土蔵の背後にある畑境のゴミ捨て場には珍しい缶詰の殻や西洋菓子の殻箱やブドウ酒の瓶なぞが後から後から散らかるようになったそうして 目に痛いほど明るい50色や100色の伝統とにぎやかなラジオの金属音がまたもや毎晩毎晩丘の上から流れ落ち始めて村の家々を羨ましがらせかつ悩ましたどうかすると12時ごろまで奇妙なシナの歌声や気楽の音などがチーチーガーガー鳴り響くのであったがそれに気が付くたんびに 村の人々は顔を見合わせた。しかしそれでも夜が明けると一知夫婦はきちんきちんと仕事に精を出し墓参りを怠らなかった忌みび忌み忌の法事も若いのに似合わず念入りに執り行って村中の神義公儀を怠らない煙を見せたこれに反して草川巡査は日に増し憂鬱になっていった。 心の奥底で何事かを反問しているらしく、公文の受験準備をやめてしまったばかりでない。夜通し眠らないかのような力ない、うっとうしい目つきをしてひょろひょろと巡回して歩く姿が、次第に村の者の目につくようになった。顔には武将ひげがぼうぼうと伸び、頬がげっそりと痩せこけて、目ばかり奥深く底光りするようになった。夕方なぞ みすぼらしい平服で散歩するふりをして駐在所を出るとわざと人目をしのんだ裏山伝いに丘の上の深ら屋敷の近くに忍び寄って木陰の暗がりに身を潜めつつ新夫婦の仲の良い生活ぶりをこっそりと覗いているといったような噂がいつともなく村中のひそひそ話に伝わり広がったことによると深ら屋敷の老夫婦殺しは 草川巡査かもしれん謎ととんでもないことを言うものすら出てくるようになったそのうちに秋口になって山々の木立にホウシゼミがポツポツ鳴き始める頃になると深良屋敷の一致夫婦がそろいの晴れやかな姿で町へ出て生まれて初めての写真を撮った無論それは2人の新婚の記念にするものだと言っていたがその写真が出てきたのを 区長の家で偶然に見せてもらった草川巡査はなぜかわからないが非常に緊張したむしろ悲痛な表情で一心に凝視していたその写真屋の名前を何度も何度も見直してしっかりと記憶にとどめてから急にこわばった笑い顔で定住に礼を言って区長の家を出た何かしきりに考えながらも 足取りだけは小急ぎに国道へ出たが、ちょうど通りかかったバスを見ると急に手を挙げて飛び乗って町へ出た記憶している名前の写真屋をすぐに尋ね当ててごく内々で一致夫婦の写真の焼き増しを1枚頼んだするとちょうど助手の不注意で1枚余分に焼いたのがあったので草川巡査は久しぶりに満足そうな笑顔を漏らした ひったくるようにその一枚をもらってその足で鶴木検事を裁判所に訪問し折から宣告を済ましたばかりの検事に裁判所の応接室で面会をするとその写真を手渡しながら自分の見込みをすっかり打ち明けた意気込んでいる草川巡査の突弁を報復のまま静かに聞き終わった特等動眼の鶴木検事は草川巡査の失望を極めた雄弁に すっっかり釣りままれてししたらしい草川巡査と同じように憂鬱な顔になって両腕を深々と胸の上に組んだつまりその砥石の上で刃物の柄をどうづいて抜けないようにしたというのですなそうですその他に今申し上げたようなラジオや戸締まりに関する一件もありますのでてっきり犯人と睨んでいるのですが どうも、意外戦犯な推測ですな。と、検事は渋りきって腕を組み直した。ただいまでは、最後の懸案として、あの区長の動静について注意しているのですが。はい、私も所長からその指令を受けましたので、十分に注意してみましたが、区長は絶対にそんなことのできる人間ではありません。むしろ、 自分の息子を養子にやった家から補助を受けたりすることを潔しとしない純粋な性格の男です目下東京でこの絵の注意をしております長男からもその一致から金を借りない趣旨に賛成の旨を返事してきておりますのみならず昨日のことですその長男の手紙と同時に勧業銀行から破産宣告に関する通知が来ているのを私は見てまいりました うーんしてみると区長に嫌疑はかけられんのかなはい区長は絶対に無罪と信じます少なくとも区長と犯人との間柄は赤の他人以上に無関係ですしかし君はそうした犯人に対する意見をなぜに司法主任のあせびくんに話さなかったのですかその方が正当の順序じゃないですか 草川巡査はぎくんとしたた。らししく言葉に詰まったしかしやがて冷たい渋茶を一杯飲むとやはり持って生まれた突弁で「こんなことは今度の事件と全然関係のない私の一心上のお話ですが」と恐縮いし,し、自分が谷里村に赴任した理由を詳しく話し出したそんなわけで。 私のような下級管理の口から申し上げるのは先月越ですが昔から田舎の都会に根を張っております政党関係の因縁の根強さは到底私どもの想像に及びませんくらいでそれに私は元来ごく田舎の貧乏寺の僧侶の子でございまして父親の後を継ぐために曹洞州の大学を出るだけは出ましたものですが現在の宗教界の裏面の 腐敗堕落を見ますと嫌になってしまいましていっそのこと直接に実社会のために尽くそうと考えて檀家の人々が止めるのも聞かずに巡査を志願いたしましたような偏屈ものでございますからそんな因縁の塊見たような地方の警察署ではとても不愉快で仕事ができません言うことなすことが皆情緒の機嫌に障りますのでもっとも ただいまでは政党の関係もなくなりましたが、昔の有力者というものが残っておりまして、近づいてまいります選挙でも、警察の力を利用して勝手なことをしてやろうと、腕によりをかけて待っているようなありさまであります。うんうん。それはもうよくわかっているが。ですから、私のような偏屈者が警察によりますと、 何としても邪魔になりますらしいので私が高等分間の試験準備をいたしておりますのをいいことにして田舎の方が勉強ができるからと言って谷里村へ追いやられてしまったのですなるほどですから今のような事実を説明しましても情緒に憎まれております私ですからなかなか取り上げてもらえないと思いました 現に所長は私が捜索を怠けておりますために事件の目鼻がつかないものと考えておられるようで電話でたびたびお叱りを受けております実際をご存じないものですからああしかしそのような事実を今日が今日まで私に黙っておられたのはなぜですか鶴木検事の口調がだんだん裁判口調になってきた草川淳さんも。 新しいタオルで汗をふきふきいよいよ突然になってきたその今申しました犯人の性格をもっと深く見極めたいと思いましたのでつまり犯人は都会の上流や知識階級に多い変質的な個人主義者に違いないと思ったのですもちろん最初のうちはそのような感情や理地の病的に深い人間があんな田舎にいようとは思いませんでしたので。 それに村民の評判が素敵にいいものですからできる限り慎重にいたしたいと考えましたのでなるほどそれにあの砥石の位置が闇の中で見えるか見えないかが確かめてみとうございましたのであの惨劇の晩は一変の雲もない晴れ渡った闇夜でございましたがその明る晩から曇り空や雨天が続きまして それが晴れると今度は月が出てくるようなことで誠に都合が悪うございましたそれであの晩と同じような雲のない闇夜が来るのを辛抱強く待っておりますうちにやっと45日前の晩に実験ができましたつまり台所の入り口に立ちますとあの砥石が井戸端のたたきと一緒にはっきりと白く闇の中に浮いて見えることが分かりましたもっとも それはただ小さな白い四角い平面に見えているだけで砥石だか何だかわかりませんがそれを砥石と認める人間はあの家のものより他にないはずですいかにもそれはもっともな観察ですがしかし万一狂気としても単に絵をすげるだけの目的ならば付近にしっかりした御影石の敷石がたくさんあるのに なぜあんなに暗いところにある石を選んだものでしょうかそれから今一つ狂器の絵がしっかりはまっていないことを犯人は最初から気づかずにいたものでしょうかどうでしょうかそのような点はどう考えますかそれはおそらく加害者が強行間際に緊張した気持ちから新しい狂器の絵に不安を感じた結果 何かでしっかりと絵を打ち込むべく外へ出たものであろうと考えますところがあの小高い深ら屋敷の台所に近い敷石の上を動く人影はこの間隠れではありますが空を通しておりますために雨天でない限りはどんな闇夜でも下の国道から透かして見えやすいことを用心深い犯人がよく知っていたに違いありませんですから軒先の暗闇伝いに近づいていける あの真っ暗い灰土の口なしの木の木陰にある砥石を選んだものではないかと考えます。あそこならば物音が奥座敷へ聞こえかねますから。いやよろしい。熱心にやってくださったことを感謝します。それでは今のお話のオナリバーさんの変態的な性格についてですね。どんなふうにオナリバーさんがイ致チ夫婦をいじめたかについてですね。 できるだけ秘密にそしてもっと具体的に確かめられるだけ確かめておいてくださいこちらはこの写真によってすぐに調査を進行させますからはあありがとうございます草川巡査は参杯9杯せばかりにして裁判所を出たバスに乗って日の暮れぬうちに谷里村へ帰った 翌日になると早速鶴木検事の手が動き出した青年負から一致の顔だけの拡大写真が幾枚となく複製されたそれを携えた刑事や警官が町中のありとあらゆる金物店について捜査を進めた結果ちょうど7月15日の氏神祭の日のこと写真にそっくりの学生風の青年が乗馬クラブのものだと言って 新しい藁切り包丁を1丁買っていった学生に不似合いな買い物だったので店員が皆不思議がっていたという店が2日目の夕方になってやっと発見されたその翌日になるとまたも思い出したように本所から来た2人の刑事と草川巡査が谷里村の青年を招集して大々的な凶器捜索を開始したので 忘れ,られ忘れられかけていた事件の当初の恐怖的な印象が今一度村の人々の頭に呼び起こされたがそのさなかに突然一致青年が自宅から本所へ降院されていったので村の人々は晴天の霹靂のように仰天した腎臓病の青おくれのまま駆けつけてきた父親の音塚区長がおろおろしている真弓を捕まえて様子を聞いてみたが さっぱり容量を得ない仕方なしに山の中で狂気捜索に従事している草川巡査にすがりついて何とかして息子を救う方法はないものかと泣き涙で尋ねたがこれも腕を組んで目を閉じて頭を左右に振るばかりであるもとより行員の理由などを漏らしそうな様子ではないので手も力も尽き果てた区長は大急ぎで町へ出て弁護士の家へお百の参りを始めた。 一方に行印された一致は全く驚いた顔をしていた厳重な取り調べを受けても1から10まで「知りませぬ」「分かりませぬ」の一点張りで女のようにひいひい泣くばかりであったそのうちに問題の藁切り包丁を売った店の番頭が呼び出されてきて一致の顔を見せられると確かにこの人にそういないと明言し当日持っていたガマ口の格好や 学生らしくない言葉癖まで思い出した立派な証言をして帰ったので係員一同はほっと一息しながらすぐに起訴の手続きを取ったしかし一致はそれでも頑張った私は誰にも怨恨を受ける記憶はありません。しかし藁切り包丁の一件は確かに私を罪に陥れるためのトリックですそれがわからないのは あなた方のお調べが足りないからです。ありもしない藁切り包丁でどうして人を殺すことができますかとまで共弁した谷里村では草川巡査の評判がいっぺんにひっくり返ってしまった犯人はいないものと決めてしまっていた村の人々はほとんど一人残らず一致に同情して草川巡査を憎むようになった。 たった一人から屋敷に取り残されていたまゆみを音塚区長が引き取って世話をするようになってからは一層村民の憎しみが草川巡査の上に深くなっていったところへ町からたまたま来た刑事までもが「これは草川巡査と鶴木賢治の一代の大しくじりかもしれない」などと言葉を濁していったりしたので村の連中はもはや一致の無罪を信じきって疑わないようになってきた。 には草川巡査はずっと以前から巡回の途中でいつも深田屋敷へ起動することに決めていたそして真由美がたった一人で留守をしているのを見ると無理往生をさせることに決めていたのだこの間区長さんがそのことを問うてみたら真由美さんが泣いてガテンガテンしていたなどとまことしやかに言いふらすものさえ出てきた そんな噂に取り巻かれた草川巡査は前にも増して痩せを衰えていった何度行っても得るところのない深谷屋敷の空き家の周囲をぐるぐると巡回したり肥料小屋の入り口にぼんやりと突っ立って天井裏を見上げたりしていたまたは山の中の小さな石の祠をひっくり返しお狐様の穴に懐中電灯を突っ込んだりして寝ても覚めても狂気の捜索に夢中になっていた そのうちに9月の末になってやっと開始された狂気捜索を目的のため池星で草川巡査はあんまり夢中になりすぎたのであろう一人の青年の働き方が足りないと言って泥だらけの平手で殴りつけたりしたのでかわいそうに今度は草川巡査が発狂したという評判まで立てられるようになったにもかかわらず草川巡査の強人に近い熱心な努力は 金材金のため池をまで残るくまなく及んだのであったがそれでも狂気らしいものすら発見できなかったので事件の神秘性はいよいよ高まっていくばかりであった草川巡査は自分でも自分の精神状態を疑うようになったある晩の十時過ぎのこと眠られぬままに木の実木のままで人通りの絶えた国道に出た 大空の星の光は夏と違ってすっかり澄み切っていたそこにはから屋敷の方向から這い上がってきた銀河が一筋白々と横たわっていたがその左右には今まで草川巡査が気づかなかった聖武や聖座や聖雲があたかも人間の運命の神秘さと宇宙の摂理の広大不可思議を暗示するかのようにそうして 草川潤佐の一個人の知恵の铅迫さ微笑さを冷笑するかのようにギラギラと輝き並んでいたその下に真っ黒く横たわる谷里村の盆地を冷ややかに流れ渡る夜風に背中を向けた草川潤佐は来るともなく深良屋敷に通ずる国道沿いの定時路のところまで来ると突然頭の上の天の川近くで 思い出したように星が一つスーっと飛んだ草川巡査は何かしらハッとして立ち止まった「もう一つ飛ばないかな」などと他愛ないことを考えながら何の気もなく星空を見いみい歩き出すとたんに深良屋敷の中央に通ずる道路の中央に埋めてある平たい御影石の第一枚に引っかかって物の見事に紋取りを打った「うん 痛い。ジメジメした地面の上に横倒しに叩きつけられた草川巡査はしばらくそのままでじっとしていた転んだ拍子に何かしら素晴らしい思いつきが頭の中にひらめいたように思ったのでそれを今一度思い出すべくぼんやりと鼻の先の暗闇を凝視していたがやがてむっくりと起き上がるとそのまま 衣服の汚れも払わないで国道の上をすたすたと町の方へ歩き出した半分け田さんばかりの前のめりになってゴリの道をよろめき急いで町へ出ると前から知っている「賢治感謝」の真夜中の門をたたいた熟睡していた鶴木朗賢治はヨーヨーのことで起き上がった何事かと思って眠い目をこすりこすり応接間に出てきたのを見ると 草川巡査はいかにもせき込んでいるらしく挨拶も何もしないまま質問した「え、ッッチは」って手紙を書きませんでしょうか鶴木賢治は見違えるほどやつれて形相の変わった草川巡査の顔をぼうぜんと凝視した汗とほこりにまみれて泥だらけの浴衣にくるまっている哀れな姿を見上げ見下ろしながら 静かに頭を左右に振った。書いておりませんでしょうね。一は一度もどこへも。賢治は依然として無言のままうなずいた。そこへ婦人らしい人がお茶を汲んできたが、草川純さんは棒立ちに釣ったったまま見向きもしなかった。それを。 手紙を出すことを許していただけませんでしょうか一致に誰に当てて書かせるのがね腰をかけて茶を飲んだ老賢治がやっと口を聞いた妻の真ゆみは無学文盲ですから父親の音塚区長の方へ手紙を出してもいいとおっしゃっていただきたいのですがそしてその手紙を検閲なさるときに 私に見せていただきとうございますが、はあ、はあ、何の目的ですか？それは、凶器を発見するのです。なるほど。鶴貴健次の顔に一筋しい感動の色が浮かんだ。うん、これは名案だ。今まで気がつかなかったが。 なかなか君は熱心ですなあどうもどこから思いついたのですかそんなことを草川巡査は答えなかった鶴木賢治の顔を静止してビクビクと喉を引きつらせていたがそのままどっかりと椅子に腰を下ろすと応接机の上に突っ伏してギクギクとすすり泣きし始めた賢治は 子供をいたわるように立ち上がって草川巡査の背中を撫でた「さあさあ、早く帰りたまえ人目につくと悪い自動車を呼んであげようか」「お父さんいろいろご心配かけてすみません僕は絶対的に晴天白日です」 村の人も僕の潔白を認めてくださると弁護士さんから聞きました。どれくらい心強いかわかりません。まゆみも引き取ってくださったよし、何とぞ、何とぞよろしくお願い申し上げます。このご恩は死んでも忘れません。弁護士さんのお話によると、僕はもう近いうちに無罪方面になるそうですから、帰ったらすぐに働きます。 この不名誉を拭い清めて、草川巡査を見返してやります。ですから、何もかも元の通りに構わずにおいてください。みかんの消毒や退肥小屋の積み替えなどもそのままにしておいてください。まゆみにも、このことをよく言い聞かせておいてください。くれぐれも、よろしくお頼み申します。どうぞ。 ご病気を大切にしてください。さようなら一致より父上様この手紙を見た鶴木検事はすぐに警察署へ電話をかけて重要な指令を下したその翌日のこと事件当初の通りの係官の一行と草川巡査と 区長と村の青年たちの目の前で今まで誰も疑わなかった深谷屋敷の肥料小屋の対肥が徹底的にひっくり返されると一番下のコンクリートに接するところの奥の方から半腐りになったメリアスのシャツに包んだボロボロの手袋と靴下と赤サビだらけのわら切り包丁が一丁出てきた。 その見品を新聞紙に包んで押収した係官の一行の後ろ姿を区長も青年も土のように血の毛を失ったまま見送っていた狂器は著しく錆びていたので結婚の検出は不可能であったしかしそれを突きつけられた一致は思わず しまった。やられたと叫んで悲しげに霊賞したきり文句なしに複罪してしまったそして顔色一つ変えずに凶行の顛末を白状した一致は中学時代から真弓を恋していたそして ゆみを中心とした自分の一生涯の幸福の夢をいろいろと描いていたがしかし生まれつき内気な臆病者の一致はそんなことを臆病にも出さずにどうにかして繭美を我がものにしたいと明け暮れ考え回しているだけであっただから他の青年たちと一緒になって繭美を張りに行ってゆみやその両親たちの信用を失うような軽率なことは決してしなかった。 一致の幸運の獲得手段はどこまでも陰性で消極的であったその一致の幸福の夢をかき破る者はいつもゆみの両親たちであった一致がゆみと一緒になって世にも幸福な日を送っている幻想を描いている最中にいつも横合いから現れてきてその幸福をかき乱し霊障し罵倒し その幻想の全体を極めて不愉快な作前たるものにしてしまうのは真由美の父親の頑固な格好をした特等と母親の狼見たようなラングイバの笑い顔であった一致は真由美の両親が極度に浅ましいケチンボであると同時に鬼とも獣とも例えようのない残忍なやきもち焼きであることをずっと以前から予想していた一致は まゆ真由美との幸福な生活を無双する前に、何よりもまず真由美の両親をこの世から抹殺する手段を考えなければならなかったところで真由美の両親をこの世から抹殺する手段といったら2人を殺すより他に方法がないことは分かりきった事実であったしかし内気な一致はそんな大それたことができない彼自身であることを 知りすぎるくらい知っていたそのうちに一致はラジオに夢中になり始めたそれは一致が生まれつき機械いじりが好きであったせいでもあったろうがそのラジオの機械を制作しているうちに一致は一つの素晴らしい思いつきをしたことに気づき始めた夜遅くまでラジオを鳴らしておきさえすれば どんなに真由美と仲よくしていても焼きもちを焼かれる心配はないだろうと心づいたそれは全く頼りない愚かしい思いつきにそういなかったがしかしまだ若い一致にとっては天来の福音とも考えていいすてきな思いつきにそういなかったそれ以来一致はいよいよラジオの制作に夢中になった。 鉱石をやめて真空球にして、一球一球と次第にその感度を高め、その声を大きくすることにたまらない興味を持つようになった。もちろん、それとでも言うまでもなく、若い一ッチが真みを中心として描き続ける幸福な幻想に付随した、儚い興味見たようなものに他ならなかったが、それでも一ッは何食わぬ顔をして、 明け暮れ機械いじりに熱中してまゆみなんか問題にならないような態度を示していたそれが思いどおりに図星に当たりすぎるくらい当たったのでその時の一致の喜びようというものは踊り上がりたいくらいであったそうしてとうとう思いに耐えかねて四季の日取りが待ちきれずに押しかけていったものであったがさて行ってみると 案外に何一つとして想像していたような幸福が得られないのに驚いたのみならずそこには想像以上の悩ましい地獄と想像以下の浅ましい生活が待っていることが分かったのでイッチは実に失恋した以上に深刻な打撃に叩きつけられてしまったのであった深ら屋敷の老夫婦は 一致が予想していた以上に嫉妬深かったそのうちでもおなりばあさんのやきもちぶりは正気の沙汰とは思えないくらいで乱暴にも一致が来た晩から真由美と同じ部屋に寝ることを絶対に許さなかった同時に老人夫婦は極端に感情高かった真由美の婿に来るものがない 後を継ががせる子孫がない、私たち夫婦はこの上もない不幸者だとかなんとかあれほど村中の人々に愚痴を並べ回っていた老夫婦はそうした悩みを一致が来ると同時に忘れてしまったらしく一家の経済の足しにならないような養子は養子としての資格がないなぞということを高校前然と一致の親類の前で宣言したもちろん ラジオだけは最初から約束があるのでその当座のうちは何とも言わなかったがそれでも何も知らない娘のまゆみが珍しさのあまりにイッチが操っているラジオをのぞきに行ったりするのがおなりばあさんの嫉妬をたまらなく刺激したらしかったいつも目ざとくまゆみを監視してイッチに聞こえよがしに訓戒したあのイッチは貧乏者の借金持ちの子で お前とは身分が違うのをお前のおもりとうちの田端の番人に雇うてあるのだよいわばこのうちの追いはくりで当たり前に雇うとお金を出さなければならないから養子ということにしただけの人間だよだからまだ席も何も入れていない赤の他人で一生懸命に働いていくうちに私たちが死ねばお礼にお前と この家のの家信頼をやるる口約束がしてあだだけの人間だよ。と言ったような言葉を日に増し手厳しく実行に移してきたそれは長年自分たち夫婦が金銭の奴隷として屈辱し尽くしてきた不愉快さ憂鬱さまたは年老いて頼りになるこの持ち得ない物寂しさ情けなさジレったさをたまらない嫉妬心と一緒に 悪ことなく新しい犠牲、若い美しい一致にふっかけてどこまで行っても張り合いのない同時に世間へ持ち出しても絶対に通用しない自分たちの誇りを満足させ気を晴らそうとしているに相違ないのであったそうして夜になると一致をわざとかやのない台所に寝かしゆみを中の間のかやの中に寝かせて 境目の重たい杉のにがっちりと鍵をかけたものであった。するとまゆみもまた眉見でなんだかわからないまま両親の言いつけを固く守って、一ッが時よりこっそりと泣いて頼むのも聞かずに一度も鍵を外してやらなかったので、一ッは悩ましさのあまりに昼の間中死に物狂いに働いて日が暮れると同時に前後深くに眠るよりほかに。 自ら慰める方法がなくなったそして楽しみといってはただ昼間の間働いている最中だけまゆみと一緒にいられるどうかした具合に麦畑の中で汗ばんだ手を握り合うことができるくらいのことであったまた感情高い老夫婦もそうしたことを許しておけば イッチが仕事に身を入れるに違いないことを想像して黙認していたものであったが後にはそれすらオナリばあさんの感情に触るらしく自分自身で指図をすると言って朝早くから日の暮れるまで畑に出てきて目を皿のようにして2人の一挙一動を監視し始めたために一致はとうとう辛抱がしきれなくなった何度となく逃げ出そう逃げ出そうと決心しながらも ゆみへの愛情にひかされてそれもできないままに毎日毎夜半問の極み一種の神経衰弱に陥ったのであろうとうとう恐ろしい殺意を決するに至ったオナリばあさんは老人にありがちな一種の脅迫観念にとらわれているらしかったオナリばあさんは 村中の人々が自分たちの陰謀さを恨み抜いていることを知りすぎるくらい知っていて夜になると必要以上に戸締まりを厳重にして一歩も外へ出ないようにしていたその態度は明らかに村中の人々を自分の敵に回している気持ちを表していたものでしかもその村人のうちでも若い元気な一致が自分の家の中に寝ているのをさながらに 敵の回し者が入り込んできているかのように恐れて警戒していたたのであったもちろんオナリバーさんは最初からイッチに対してそんな気持ちを持っていたわけではなかったがそのうちにイッチの鳴らすラジオの音が次第次第に高まっていくうちにオナリバーさんのそうした恐怖的な妄想もだんだんと大きく深刻になってきてしまいにはイッチが自分たちを殺す目的で ラジオをかつぎこんできたものにちがいないとさえおもうようになったなあじいさんあのラジオのおとのおそろしいことなああのおとのがんがんなりつづいているうちならわたしたちがどんなにむごいころされようをしてもむらのひとにはきこえやせんでなあ。 村の者から頼まれて私たちを殺しに来たやつかもしれんと思うがなあ,あのラジオをやめさせんうちはどうも安心ならんと思うがなあこの話を真弓から漏れ聞いたイッチは即座に決心してしまったそれはイッチにとって絶体絶命の 最後の楽しみを奪われる宣言に他ならなかったからであったちょうどその頃のことラジオで2番続けて探偵小説の講話があって絶対に発見されない殺人の手段などに関する話がいろいろな例を聞いて放送されたのでイッチは村中の人々の恨みを一人で代表しているような気持ちになって全身を耳にして傾聴した。 そうしてラジオの機械を研究する以上の熱心さを持って夜となく昼となく考え抜いた結果これなら大丈夫と思われる一つの提案を得た一致はまず勝手口の継ぎはめどの一枚の板の釘の頭に手製の電池に残っている硫酸を注意深く塗りつけてできるだけ自然に近い状態に腐食させその板を 自由自在に取り外せるようにしたそれから垣根用の針金を買いに行くと称して野良木のまま町へ出てかねてからごまかしておいた小遣いで古い学生服を買って野良木の上から巧みに着込み新しい藁切り包丁と安いメリアスのシャツと軍隊手袋と安靴下を買い集めると町外れで学生服を脱いで繭美にやる反物や菓子と一緒に持って帰り とりあえず学生服を焼き声と一緒に焼き捨て狂気とシャツを押し入れの奥に隠しておいたそして一家が寝静まった12時頃を見計らって杉戸の鍵を開けたが想像の通り機械いじりに慣れている一致にとって旧式の鍵を外すくらいは何でもないことであったそれからしばらく奥座敷の寝息をうかがって 誰も目覚めない様子を見すましてから丸裸となって新しいメリアスのシャツに着替え軍隊手袋と靴下をうがってさて藁切り包丁を取り出してみると新ししい絵でで少しぐらつくようである。そこで草川巡査が察したように勝手口から外に出て口なしの影の砥石に絵を打ちつけて抜けないようにすると何度も何度も両手で振ってみて練習をしたが。 中学時代にをやっていたおかげであろう。素振りをかけているうちにさしもの重たい藁切り包丁がさまで重たく感じないようになったそれから大胆にも奥座敷の伝統をつけて一気に強行を遂げ血にまみれた狂気とシャツや何かをひとまとめにしてかねてから隙間を作っておいた堆肥の下に桑の柄で深々と突っ込み あとわからないようにして崩してぎ付近の小川で顔や頭や手足を洗い清めそのまま寝まきを着て寝床に潜り込んだがまた気が付いて起き上がり敷石の上を這いながら顔を洗った小川の淵に来て何か痕跡が残っていないかと星明かりに透かしてみたがその時の方がよほど恐ろしくて寝床へ入ってからもすっかり目がさえてしまった。 そんなことで神経が相当疲れていたのであろう明くる朝草川巡査に報告に行った時にはまさかこんな田舎の駐在所にいるヘッポゴ巡査に見破られるような心配はあるまいまた町からどんな名探偵が来ても深ら屋敷の恐ろしい秘密とそこから起こった自分の犯行の動機ばかりは自分が口を割らない限り誰にも気づかれるはずはないと鷹をくくって 安心しきっていたものであったがその草川巡査が思いもかけない方向に自分を連れていこうとしたのでなんということなしにドキンとさせられてしまった思わず大きな声をかけたものであったがあの時に自分でも不思議なくらいびっくりしたおかげで自分の神経がどうかなってしまったものらしいその草川巡査の取り調べが全然予想と違った順序で 極めて注意深く事件の核心に突っ込んでくるらしいことに気がつくともう恐ろしくて恐ろしくてたまらなくなって飯を食ってみてもなかなか気持ちが落ち着かなかった勝手口の引き戸を調べられた時からもう答弁がしどろもどろになってきたのでくぶくりんまで運命と諦めてしまったものであった中の間の杉戸の鍵に注意を向けられたり ロ母ボの枕元の財布の位置まで観察されたりした時には正直のところもう行けないと思った取り調べの途中で何も知らないはずの真由美が無意味にケラケラと笑った時などはよく気絶しなかったと思うくらいに真剣になって後から後から湧き起こってくる動物類を我慢していたものであの時ぐらい恐ろしかったことは一生を通じて一度もなかっただからそれから後は ただどこまでも運命と戦ってみる気で、真由美との生活を楽しむよりほかに何も考えないようにしてきた。真由美と一緒に撮った写真も、だから万一の場合のお名残の気持ちで撮ったものに過ぎなかった。だから、この世に思い残すことは、もう一つもない。うん、ぬんと。 一方に草川巡査も静かに考えてみると一致に疑いをかけるようになった気持ちのそもそもは事件の起こった朝駐在所を出て何の気もなく裏山伝いに行こうとした時の一致の驚きの声であったように思われるあの不自然な必要以上の不安を暗示した音調の中に犯人としての自己意識がにじみ出していたのが無意識のうちに頭にこびりついていたのであろう それから深谷屋敷に来た時にあの砥石に気がつくとたちまち犯人の目星がぴったりとついたような気がしたこの事件の真相がどんなに複雑深刻を極めたものであろうともその一切の秘密を解く鍵はこの砥石一つでたくさんだという確信を得たように思ったイッチは それからのちたった一度裁判にかけられたのちに未決感で首をくくって自殺してしまったその結果深良家の財産は音塚区長が保管することになったがそれでも少し良くなりかけた区長の病気が一致の死後にぶり返してきて泣きの涙のまま長患いの床についてしまった住み手の亡くなった深ら屋敷は それから間もない晩秋の大風で倒れてしまった村の人々は「おかげで青空が広くなったようだ」と言って胸をなで下ろしている真由美は区長の家で女中代わりに働いているが別段悲しそうな顔もしていないという草川巡査は間もなく部長に昇進して県警察勤務を命ぜられることになったが 淳さんはその前に辞職して故郷の山寺に帰ってしまった惜しげもなく頭を丸めて父の装飾を継ぎ村の公共事業などの世話を焼き始めたあの時のつらかったことを思うと今でもぞっとして夢のような気持ちになる理屈ではとても説明できないが自分はあの時以来世の中がなんとなく嫌になった。 どうせ罪滅ぼしに坊主になる運命であったのだろう。いかに憎むべき罪人とはいえ、あの若い美しい夫婦の幸福の絶頂と、あの正直一遍の区長の苦しみのどん底とを束にして、一遍に叩き潰したことを思うと、とてもたまらない気持ちになる。この気持ちは、 人間世界の理屈では生産できるものでないだから鶴木賢治も同情して私の辞職を許してくだすったのだとよく人に語っているご視聴ありがとうございました夢の旧作作の他の作品は このようなものを朗読しておりますどうぞ合わせてご視聴ください